ドドチューブでーす。ごきげんよう。久しぶりの深見ちゃんだよ。あ、違うか。まあまあ最近。まあまあ最近。あんた時空がもう歪んどるで一人で。いやいやいや、そんなことないよ。プライベートいないもん、日本に。ジャペンに。でも今いい人生送ってる私。So happy? So happy。 どこ行くんですか？今からはですね、私がある穴場に連れてきたいんですよ、お二人を。え？そうなの。ここあったかって思うと思う。こんなこんなとこあったかってところで女子会をしていきたいと思う。イエーイ。女子会ってなんだ。女子会、私は今日女子一人もおらんねんけど大人女子中の女子になるはい、なので今日はちょっと二人で YouTube を撮っていきたいと思います。思います。はい。ここにいます。誘われてたマリオとボンボーイ。いやそんな、そんなが聞こえない。あ、すごい、すごいよーい。あ、もう開いてる。あ、開いた、開いた、開いた、すごい。あ、入った瞬間にっていうシステムになってるんですか。すごない、すごい。え、危ない。これまたさ、朝見ると違うんだろうね。確かに。19階ですよね、ここ。すごい、なんか、え、なんかすごい、柵がすごい。確かに、あの、ディカプリオの映画みたい。いっぱいあるからね。ミスター&ミセス・スミスが特に好き。それはブラピです。ねえ、ディカプリオってどれ。ディカプリオはキャッチ・ミー・フユーキャン。そう、あでも間違いがち、みんな全然間違いがち。分かる人は分かる、間違いがち。でも穴場でしょ、このホテル。みんなが思ってる、うん、ウェスティンホテルとパワーアップじゃない。違うね。そう、なんかやっぱり新しいウェスティンなんで、出来立てなんですよ、ここ。え、そうなの。そうなんです。だから比較的新しいウェスティンなんです。デザインとかもちょっと日本風取り入れたりとか、すごくおしゃれなのもポイントなんですよ、うんうん、まあね、大体はお風呂ですよ、ね、テンションが上がるか上がらないかに関しては。あ、よろしい。あ、いい感じです。いい感じです。お風呂2022年6月開業です。え、めっちゃ最近じゃんね。あ、お風呂すごい。石よ、石。え、だって石よ。石よ。石。はい、トイレで。あ、開いた開いた。はい、ちゃんと。あ、びっくりした。トイレここにある。これはだいぶレベル高い。すごい。これすごい好き私。どういうこと？トイレがお風呂場からとベッドルームから遠いね。気になる時があるやん。人が一緒にいると音も何もかも、うん、これすごいいい気がする。これやね。もういけた。おめでとう。野田さんの飲み物何ですか。あんこの食べ歩き。何にもあんこ感じひんかったね。あんパンで食べ歩き。あんパンで食べ歩き。あんパンの匂いするの。じゃあミルクセーキみたいな匂いね、うんうん、古くから小田原城城下ではあんこが親しまれていますので、あんパン店は欠かせないのが牛乳なんです。慣れ親しんだそれぞれの食材のエッセンスにまとめた懐かしい日本を想像できるベアリングカクテルです。なるほど。せーの、いただきます。あ、美味しそう。イエース。横浜中華街の味って書いてあった。うん、うまうまいな。カレーどうですか。あ、おいしい。ちゃんとスパイスカレーでした。おやすみなさい。お風呂入って寝ます。はい。あ、でも富士山ありました。どうだ。富士山見える。はい、ということで朝食にやってまいりました。行くで。和食大好き。あ、焼きそば。好きな食べ物なんですかって言われたら焼きそば結構ランキングに入る。はい、いただきます。すごいね、和食だね。本当に。私はサラダも入れたからちょっとだけよ。すごい、あんた欲張りな女やね、仕上がりが。焼きそばが好きなのよ、私。あ、そうなんや、うん、中華街の味いっぱいあったり、シューマイとか。あ、そっかそっか、うん、ビーフカレーからの
エッグベネディクトからのシューマイやったもん、うん、ここ横浜ねと思った味噌汁うまっもう言うない美味し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 い、やっぱ和食よね。いや本当よ。でもなこの和定食な、まあ、もちろんあなたのビュッフェもな、うん、無料やねん。え、すごくない？ホテル自体のプランにはついてなくても後からある方法でつけることができるんですよ。あ、無料で？そう。すごい。ろんなホテルによってサービスは異なるんやけど、この朝食ぐらいのサービスをくれるね。うんうんうん。っていう感じ。うん。いろいろなんかあるってことで、はい。興味津々なんですよ、私。そうなんですよ。これ前から興味津々でしたでしょ、あなた。興味が津々すぎて。今日はですね、ZOZOさんに勧めたいのがこれです。マリオットボンボイのアメリカンエキスプレス提携カードでございます。これ私みんな持ってるの。ひろみちゃんも持ってるし。昔から多いの。わかる、周り持ってる。これ推しが多いの。このマリオットボンボイのアメリカンエキスプレスのクレジットカードはですね、はい、2種類あります、はい、無料宿泊特典をゲットできるのは年間150万円使った人なんですね。 OK 以上で、この年間150万円っていうのは入会してからの1年です、はい、じゃあ今日が10月1日だとしたら来年の10月1日まで使った人です。 OK 私どっちおすすめ？絶対こっち。こっちは、年間400万円以上使うと、このプレミアムの方は。マリオットボンボイの通常50泊以上しないとなれないプラチナエリートっていう会員に、1泊もホテルに泊まらなくてもなれるんですよ。お年間400万で、まあ、それだけ聞くとちょっと大きく見えるんですけど、月々にすると大体35万前後ぐらいなんですよ。はい。なんで、私的ではもう絶対これだと思う。まあ、はい、年間150万円以上使わないったら、もうそもそもまずおすすめなんです。はい。だって無料でホテルがすぐ泊まれるから。はいはいはい。で、その後は、どのぐらい、7年間で使うかなによって合わせてほしいです。はい。で、この子たちすごいのが、家族カード無料。それもいいなと思うし、あとは私たちさ、外国めちゃくちゃ行くやん、はい、海外旅行の携行品保険がついてたりとか、うん、保険もいろんなものがついてるんですよ。保証がね、自動的にベーシックもかなり。そうなんです。ベーシックだと大体年間仮に150万円ぐらい使う人がこっちに多分入るんじゃないかなと思うんですけど、はい、もちろん無料宿泊ポイントもくれるし、これを日々使うことによって貯まるポイントが大体7万5000ポイントぐらいなんですね、はい、その使うものによって多少は前後するんですけど、うんうん、その7万5000ポイントあれば結構なホテル泊まれるの、うん、マリオットのホテルって日によってポイント数が変動されるから、あ、はい、見つけたっていうのができるんですよ。要はもう宝探しみたいな感覚で、あ、今日めっちゃ安いやんこのホテルのポイント数っていう感じで探して泊まることができるんで、まあ前々から予定が分かってる人はちょっと事前にこのアプリとか見てみて、宿泊してもいいと思います、うん、レイトチェックアウトね。すっごいレイトなのこれ。しかもすごいレイト、そうレイトなの。ある一定の条件をクリアすると、その次のプラチナエリートってのになると4時まで。4時もう次の日やん。それは言い過ぎた。その日のフライトが夜の7時とか8時、うん、でも4時ぐらいまで部屋痛いよね。痛い、うん、なかなかこれないよね。もう一泊取っちゃうとかあるもん私、うん、でもそれ本当にもったいないやん。もったいない。そうなんですよ。このマリオットボンボイのベーシックカードも100万円以上の利用で、はい、マリオットボンボイのゴールドエリートっていう資格になれるのね、はい、これでレイトチェックアウトで2時までつく。あ、え、そう、もうすでに2時までつくねん。大丈夫なので、これでも掃除の人マニア打つの、やばい。これに対してもお部屋のもちろん空き状況によるんですけども、アップグレードもつきます。大丈夫なの？いや、そうなの、すごいの。めっちゃよくできてるの。だって午後2時にチェックアウトして、次の日チェックイン3時。大丈夫？でもさ、羽田の便遅いやな。夜便とかいっぱいあんねん。そうなんだ。そうね、だから夜から来る人もいっぱいあるから行けるって。あ、オッケーオッケー。そうそうそう、それも私らの関係ない。心配しちゃった、掃除の人たち、はい、え、どうしよう、これでばっか切っちゃうかも私。そうした方がいいです絶対。うん、その方がお得よ。でもえ、マリナはそれ自分でお買い物結構そのカード使ってる？もうこれほとんどこれにしました。人生をこれにすればいいのよ。マイライフ、マイライフボンボイでいけばいいの。でもそうすれば本当にすごい貯まるから。そうだよね。そう、アマゾンとかも全部それ買いました。だからああ、それ買った瞬間によく使うカードのやつをそれに変えて、コンビニのP もそれにして、はい、タクシー代もそれにして、うんうん、あ、そう、GO とかもだからそれにして、あ、GO ね。あ、いいね。めっちゃゴールもんね、はい、ベーシック年会費は2万3100円です。はい、で、プレミアムの方は年会費が4万9500円です。もちろんちょっと年会費はちゃんとお値段がするんですけども、この年会費がホテル代に変わると思って入会すると、そんなにこの入会金は気にならないかなって私的には個人的には思いました。はい、はい、何してんの。日本全国はもちろんなんですけど、はい、世界のマリオットグループのホテル、提携しているホテルに泊まることもできるんです。でね、それが多いのよ、提携が。ものすごいあるね。だからゾロさん、今回のホテルも
このワイニョットモンボイのブルー宿泊ポイントで泊まれるホテルなんですよ。イエーイ。みんな大好きハワイのホテルも結構いろんなところがあるんですよ。ちょっと見るね。ここのロイヤルハワイアンとかワイキキマリオットリゾートとかコートヤードワイキキとか、うん、うん、どこのホテルもまだ私多分泊まったことないけど、そういうなんかみんながハワイ行かんやん。ハワイ行かないじゃん。でもみんなが あのホテルねって思うランドマーク的なところのものも泊まれるんですよ。そうね、そうね。深見ちゃんはじゃあヨーロッパだとどっか使うなっていうとこある？セントレイチス、うんうん、値段で取ってしまうとすごい高い割高やなと思うものも、うん、ポイントやとうっかり安い時あるね、うんうんうん、それはすごいなと思う。例えばもうすぐやと、あ、オープンしたわね、福岡にリッツカールトンできてんで、すごいよね。福岡にいいホテルできたよ。長崎のマリオットであったりとか、はい、あとは東京やと銀座にエディションホテルがもう一個建つんですよ。すごい。そうそう、そういうのも全部マリオットグループなんで本当に使いやすいっていうのもポイントです。はい。それこそ私去年このマリオットモンボイのひろみちゃんのポイントで泊まったのね、うん、ひろみちゃんが取ってくれて、うん、お正月の、セントレディスの泊まったんですけど、ニューヨークの、うん、なんかすっごい高いの、もうなんかもうえってぐらい高いけど、うん、やっぱりポイントやとかなり割安だった、うんうん、だからやっぱりそのポイントが1ポイントいくらですみたいな換算はできないんだけど、やっぱりすごい割安感がある、うんうん、この年会費にあの家族カードが無料っていうのもついてるので、やっぱりそういうところでもいいかなと思います。無料なのね、うん、そう、1枚までなんですけれども、一つごめん質問していい？はい、どうぞ。その家族カードを持たせてるじゃん。そしたら私のそのカードに1年間400万って言ったら、その連動するの？全部連動してるし、ポイントも連動してる。うんうん、よかったよかった。そうそうそう、だから一人ぼっちで私あのじゃあ仮にじゃあ私的にはこっちの年間400万円使う人はこっちがおすすめって言ったんですけど、一、うん、人ぼっちで400万ちょっとしんどいでうちはって、うん、でも例えば親子で200万200万やったら、うんうんうん、あ、まあそれだったら、うんうん、みたいな人たちはマリオットモンボイのプラチナエリートの会員権はこの親カードの人がもらえるから、うんはいはい、結構お連れの人一人様まで同じような待遇で受けさせてくれるんですよ。例えばこの今回私たちがもらった朝ごはんとか、うん、あとはラウンジのアクセス券とか、もちろんホテルによって条件たまに変わってる時もあるんですけど、うん、基本的にはお連れ様一人まで行けるので、はいはいはい、その家族でまあいる人は家族で旅行も行くじゃないですか。いいね、いいね。だからそれであの旅行を一緒に楽しめるっていうのもポイントです。イエーイ。それでよく親孝行みたいな感じで旅行してる子よくいます。わかる。マリオットボンボイ宿泊機ってググってみ、みんなめちゃくちゃ出てくるね。嘘。そう、あ、こんなとこあったんや、ここええやんっていうのがいっぱい出てくるね。へえ。そう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 。でお母さんと行って。そう、うんうん、いばれる、うん、いばったら親孝行してる、親孝行できる、本当に、うんうん、じゃあ例えば親子で旅行行ってる時とか空室状況によってはアップグレードをしてくれるんですよ。はい。だからアップグレードしてもらってよりいばれる、うん、お母さんに。いや、いばりたい。いや、そうなんだよ。いや、この前ね、本当に私娘連れて虎ノ門エディション泊まったの、うん、チェックインした時にあのマリオット会員様ですかって聞かれた。うんうんうん。あ、これは絶対アップグレードやって分かった。もう絶対これアップグレードの部屋余ってるってことじゃんってなったんだけど、うんうんうん、違いますって言うてもうてん、うん、いやいや言えよ。あん時に持ってれば。それで行くとさ、僕さギリシャ行ってる時にさ、あのラグジュアリーコレクションのホテル泊まってたんやけどさ、ビラタイプじゃなかったの自分の部屋、うん、でもビラタイプがいいわと思って交渉したのね、ビラタイプに変えさせてって、あのお金払うからって、はいはい、でもその時に私マリオットの今はゴールドエリートのステータス持ってんねんけど、うん、言ってみればこれでもらえるプラチナエリートの朝ごはんとかつく方じゃない、はいはいはい、1個下でもアップグレードしてくれたの。へー。そこに無料でもうマリオットっていう、そう、やっぱりこの、あの大切にされる、大切に、そうこうされる、大切にされる、うん、いやーマジで本当にその時にうわーこれかーってなったもん私。早く作っとけばよかったーってなってたもん。今日はバーッとこのマリオットモンボイの、はい、アメリカンエキスプレスのクレジットカードの提携のものを紹介させていただきましたけど、はい、ポイントはですよ、この YouTube の、はい、お願いします。あんた入会する？するよ。わかる。ねえねえ、貯めたりして一応。うん、どうしようみたいな。もうずっとするする言いたくて。言いたくて言いたくて。はい。言いたくて言いたくてだったの。なんでやねん。私はプレミアム会員を注文します。やばいね、年間300、いや400万かぐらいは使いそうやしね。はい。でも分かんない人、最初にこのベーシックの 23,100 円の方から入ってもいいかもね。そうです、あのもちろん常時切り替えすることはできるので、うんうんうん、はい、あのやっぱりもっと使う感じやとこのカード好きってなったら、結果400万いったわってなったら来年からね買えればいいし、そうなんです、ね、家賃とかもカードで払えるシステム使ってるんだったら、うんうん、いいと思う。家賃ってカードで払えるの？払えるとこもある。不動産屋によってはどこ。なので、はい、皆さんもぜひドド様入会するってことなんですけど、入会検討してみてください。はい、注文します。ピッ。
このエグゼクティブクラブラウンジはですね、通常はエグゼクティブフロアとエグゼクティブルームに泊まった方が使える専用の特別なラウンジなんですけども、マリオットのプラチナエリートがある方はホテルによってはここの、ラウンジの入室アクセス券もついてるんです。でさ、ここすごいのが夜は夕方18時ぐらいから20時まで2時間ぐらいなんですけど、あのアプリティフタイムみたいなのがあって、あのちょっとしたおやつとちょっとしたお酒も飲めたりとか、朝は朝食もここで食べることができるので、ウエスティン横浜に関しては朝ごはんをチョイスするかプールのアクセス券をチョイスするかっていうのがあるんですけど、朝ごはんはそもそもここに来られるので、うん、プールにアクセス券を取るっていう人も多いそうですよ、うん、だからそのホテルによっていろんな使い方があるそうです。いいね、うん、でチェックアウトとかもここのところで座りながらできるので、うん、楽すごい楽よ、うん、何する走るでしょいやいや意外とそんなになかった、あんた見えはって7まで行こう。1回7です。あ、怖い。あ、すごいね、うん、私これ走んないと無理だわ。足もつれるかも。はい、もつれた。なんで。おぉ、かっこいい。これだ。え、だってこの手にいつ離せばいいか分かんないもん。ええわな、これね、あのかかってくれんだよ、あの心臓の音。で、30秒ぐらいでこの HR ってのが出てきて、これが心拍数。きつい。びっくりしない。よいしょ、あともう一個1。やばっ。学校なんて疲れるだけだね。やばっ。ここのこれすごいね。ここね、このウエスティン横浜のジムは貸し出しサービスも充実してるんですよ。すごいな。ちょっとお尻上げて。ここやん、私が痛いの。下げて。おお。ね、足も伸ばすね。両方伸ばすね。で、ちょっと体重かけんね。めちゃ気持ちよくない？ああ。こういう結構最新のハイテクなあのマッサージ器具とかトレーニング器具も、あの1泊500円で貸し出してくれるのもポイントなんで。これが、めちゃ、ものすごい気持ちいいね。あ、お尻、うん、お尻良くない。あの、そこはさ、揉まれへんや、こんな奥。あ、すごい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 。あ、でもすっきり、すごいすっきり。そう、ここやるだけで全然変わるで、これ自分でも。すごいね、これ借りれんの。そう、これ500円で1泊借りれます。あ、いいね、1泊。そう、だから夜やって朝もやるで。すごい、うん、例えばさ、旅行来たけどちょっと雨降っちゃったわとかさ、うん、あの旅行来たけどちょっとあの子供がじゃあ熱出したわとかでさ、ちょっとホテルにこもらなあかんって時とかもさ、いいね、なんかあのそのいろんなやることがあるっていうのもいいなと思います。いい、ね、1分半しか走ってないの私。うん、めちゃくちゃ代謝上がった。急にあったかいの体、うん、暑い。いや、だからあなたはいつも体が冷えてんのはな、運動してないね。あいや、その言葉嫌い。ちゃんと歩き、早く歩くね。あ、もうめっちゃ早いもんね。めっちゃ歩くの早い私。深見ちゃんめっちゃスタ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 って遠くから見て、あ、深見ちゃん通ったって思った1分走るだけであんななるんだっていうのが分かっちゃった。ねえねえ、ごめん、急にこれさ、運動の YouTube やったっけ今日はですね、この、マリオットボンボイとアメリカンエキスプレスの提携カードを紹介させていただきました、はい、で、無事どうぞ入会するで。注文します。ね、私これを説明するいい人になれる気がする。確かに。普及活動できる気がする、これ日本全国津々浦々。いや本当にこれのすごい説明できる。本当にいいなと思った。でもちろん私も持ってるんですけれども、あの本当にいろんな人が使いやすくってポイントも貯めやすいカードなんで、ぜひあのクレジットカードもう一枚作ってみようかなとか、ちょっと切り替えたいなって、何か今のカードで満足いってない人とかにはちょうどいいとタイミングだと思うんで、ぜひ検討してみてください。はい。はい。ありがとうございます。楽しかった、深見ちゃん連れてきてくれてどうもありがとう。そしてこれのいいところ教えてくれてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、そして走って一緒に走っていただいてありがとうございました。撮影の都合でさ撮られへんかったけど、ここプールもあるしサウナもあんねん。サウナあってん。いや、だから本当は撮りたかったね。クロールの競争したかった。でもバタフライどちらでもできる。バタフライもできんの。バタフライやった私。でもめっちゃ見たかったバタフライ見たかった。なんでね、でお笑いの YouTube なんだ、おしゃれな YouTube なんでバタフライしなかったの。いや、だってさっきの走りだってお笑いだと思う絶対そんな
はい、美しい走りではなかったと思う。はい、はい、皆さんありがとうございます。バイバイ。